カツラの山地図伊豆の国パノラマパークは、静岡県伊豆の国市にある標高452メートルの、カツ山の山頂と北陸を利用した観光施設である。山頂の富士見テラスからの眺望伊豆の国パノラマパークは、片道みち1791メートル、最大高低差411メートルのロープウェイが、主たる施設で、伊豆長岡温泉地区と、 カツ山の山頂までを結ぶものである。山頂では、富士山と駿河湾の望めるパノラマや、四季に応じた植物、特に春の筒子や、6月のアジサイが見物である。なお、360度の大パノラマと歌ってはいるが、東や南西方向の眺望はあまり開けていない。かつては、伊豆長岡エイトランドという名称であり、エイトボールというボーリング場も併設されていた。 あとに名称を、葛城山パノラマパークと改称し、現在では、伊豆の国パノラマパークとなり、ロープウェイの名称も、葛城山ロープウェイから、伊豆の国パノラマパークロープウェイに変更された。このロープウェイは、旅館経営者で観光協会長であった、杉山克美が主導して生まれたものである。昭和30年代の初め、伊豆長岡温泉の目玉施設として、ロープウェイを計画。 当初は夢のような計画で相手にされなかったが、旅館の旦那衆に訴え、町を説得。1960年に開発会社は発足し、有志が株を持ち合い5000万を集めた。1962年5月には開業し、東洋一のゴンドラと話題を呼んだ。当時のゴンドラは10人乗りで、1台ごとにガイドがつき、片道15分かかるものであった。 開業後数年で4億円を超える負債を抱えてしまい、ロープウェイメーカーである日本ケーブルグループの観光施設運営会社に主、リゾートマネージメント株式会社が引き継いだ、山麓駅山頂駅山麓駅山頂駅ロープウェイ、ありがとうございます。